ファーガソンはアメリカ合衆国ミズーリ州セントルイス郡の市である大セントルイスト市験に属している1894年に法人化され人口は2010年アメリカ合衆国国勢調査で2万1203人であった青年マイケル・ブラウンがファーガソンの警官ダレン・ウィルソンに致命傷を負わされると2014年8月9日に国際的な関心を集め 二週間を超えるデモと騒乱を引き起こした。ファーガソンは、ウィリアム B ・ファーガソンが新駅と命名権として、交換に、ウォーバッシュ鉄道20エーカーの土地を上とした1855年に、始まった。新駅付近に現れた、居住地は、ファーガソン駅と呼ばれた。ファーガソンは、セントルイスにつながる、最初の駅であった。ファーガソンは1894年に主として、 法人化された。2014年8月9日土曜日、非武装の18歳の男性マイケル・ブラウンは、ファーガソンの警官ダレン・ウィルソンに射殺された。事件は事件に関する捜査を求める国際的な要請と同様にファーガソンにおいて、デモと暴動を引き起こした。8月11日、連邦捜査局は事件に関する市民権と捜査の両方を開始し、 エリック・ハンプトン・ホルダー司法長官は司法省に捜査の進展状況を監視するよう指示した。一夜明けて8月10日、群衆の一部は略奪や車の破壊、市内数箇所を封鎖するよう要請した警察と対峙し始めた。地元警察は暴動鎮圧用装備を身につけた警官約150人を集めた。翌日、前夜放火のあった クイックトリップのコンビニエンスストアで群衆を蹴散らすために警察は催涙ガスとゴーム弾を発射した。報道によるとファーガソンで射撃が行われ5人が逮捕された。8月14日、ミズーリ州のジェ J ニクソン知事は直接的な治安維持にミズーリ州高速道巡ら隊を用いてファーガソンの暴徒が深刻な挑戦を行っていると表明し状況を緩和するために 可能な限りの移行を約束した。8月18日月曜日、周辺が午前5時までの夜間外出禁止令も終えた、ニクソン知事の要請で、ファーガソンに到着した。一部では、暴動が続いていたが、ほとんどのデモは平和的で、ある地点では警察に瓶を投げつけた先導者を防ぐために人間の鎖が組織された。別の地域では、 サイルイガスで対抗する警察に物が投げつけられた。月曜日にはまた、ブラウンの家族と日曜日に、ブラウンの遺体を検視した、元ニューヨーク市検視官、マイケル・ベーデン博士は、ブラウンは少なくとも6回前方から撃たれ、致命傷は前方から頭頂部に向けて撃たれたもので、火薬が付着していないことから近距離から撃たれたものではないとの検視結果を発表した。ファーガソンは、 北緯38度44分39秒成形90度18分19秒、北緯38.74417度成形90.30528度、38.74417-90.30528に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によると、市の総面積は6.20平方マイルで、そのうち6.19平方マイルが陸地で、 0.01平方マイルが水上である。ファーガソンの人口は20世紀の最初の60年で1900年の1015人から1960年の22149人まで年平均5%の成長率で急速に増えた。1960年から人口は概ね一定水準を保っている。しかし、ファーガソンの民族構成は1990年から 変化が見られる。1990年、黒人が25.1%に上った一方で、アメリカ合衆国国勢調査で白人とされた、ファーガソンの居住者は73.8%に達した。2000年の国勢調査で44.7%が白人で 52.、52.4%がアフリカ系アメリカ人であった。2010年の国勢調査では、 29.3%が白人で67.4%がアフリカ系アメリカ人であった。2010年の国勢調査では市内には21,203人が住み、8,192世帯があり、5,500家族が暮らしていた。人口密度は3,425.4人、毎平方マイルであった。1,470.9平方マイルあたり9,105個の 家があった。市内の民族構成は、白人が29.3%、アフリカ系アメリカ人が67.4%、先住民が0.4%、アジア系が0.5%、その他が0.4%、根血が2.0%であった。ヒスパニック、またはラテン系が1.2%であった。 8192世帯のうちで39.1%が同居する18歳未満の子供がいて29.6%が同居する既婚家族で31.5%が現在夫のいない女性世帯で6.1%が現在妻のいない男性世帯で32.9%が家族がいなかった全世帯の28.2%は 単身世帯で7.4%は65歳以上の単身世帯であった。平均的な世帯の人数は2.56人で、平均的な家族人数は3.12人であった。市の中間年齢は33.1歳であった。住民の28.7%は18歳未満で、10.4%が18歳から24歳で、 25.2%が25歳から44歳で、25.3%が45歳から64歳で、10.3%が65歳以上であった。市の性別構成は、44.8%が男性で、55.2%が女性であった。2000年の国勢調査では、市内に22,406人が住み、8,612、所帯があり、 5838家族が暮らしていた。人口密度は1平方マイルあたり3620.6人であった。1平方マイルあたり1485.2人の平均密度で9191家族がいた。市内の人種構成は44.8%の白人、52.4%のアフリカ系、0.1%の先住アメリカ人、 0.7%のアジア系、0.1%未満の太平洋諸島系、その他が0.4%、2つ以上の根血が1.7%であった。人種に占めるラテン系、またはヒスパニック系は人口の1.0%であった。六百十二世帯のうちセントが十八歳未満の子供と住み、セントが同居する。 夫婦であり25.0%が夫のいない女性世帯であり32.2%が単身世帯であった。全世帯のうち27.4%が個人で形成され9.1%が単身で住む65歳以上の世帯であった。平均的な世帯は2.56人で平均的な家庭は3.14人であった。市では 人口が18歳未満が30.3%、18歳から24歳が8.6%、25歳から44歳が29.7%、45歳から64歳が19.0%、65歳以上が12.5%、増加した。中間の年齢は33歳であった。女性100人につき男性は84.2人であった。 18歳以上の女性100人につき男性は76.9人であった。市の世帯あたりの中間収入は37,134ドルで、家族あたりの中間収入は43,303ドルであった。男性の中間収入が34,710ドルであったのに対し、女性は32,649ドルであった。市の個人収入は、 2524ドルであった。家族の約10.2%と人口の17.6%は18歳未満の23.2%と65歳以上の13.6%を含めて貧困線を下回っていた。この市はエマソンエレクトリックの本社がある。ファーガソンの市長は3年任期で直接選ばれている。最新の市長選挙の投票率は 約12%であった。市長は対抗場がいなかった。ファーガソン市議会は6人で構成されている。ファーガソン警察部は、下記の公共事業に関わっている。すなわちビジネス観察、共同体緊急対応班、DARE 事業、近隣観察、学校資源館、機動警備隊である。ファーガソン消防部は24時間体制の消防署が2つある。第一消防署は、 第二消防署が、ポンプはしご車と予備のポンプ車を保有するのに対して、ポンプ車と救護車を備えている。セントルイスコミュニティカレッジファーガソン渓谷は、約8000人の学生がいて、ファーガソンにある。ファーガソンフロリサント学区全区の夏季の公立学校は、ファーガソン市内にある。夏季の私立学校は、ファーガソン市内にある。ファーガソンは、宇宙教育事業を行うセントルイスチャレンジャー。 教育センターの本部でもある。ファーガソン市立図書館は、セントルイス郡の数個ある、各市町村立図書館の一つで、セントルイス郡公営図書館協会の会員である。この一覧には、市内で生まれたり、かつて居住したり現在居住している人を、含んでいるかもしれない。ありがとうございます。